も、まあ、別れた時じゃないですけど19の時に彼女亡くしてるんですよ、白血病で。まあなんかめっちゃ軽々しく言ってるけど、そんでその時にその彼女に捧げる曲を作ったのが一番星の夢って曲があって、めっちゃ暗いんですけど、まあもう暗なってきたし、元々暗かった、あんまりさっきごっつー曇りなんかあの夏の曲だったもんな。その曲ワンコーラスだけ悲しいんで、あら生きるって素晴らしいなって思った曲ですね。夢を叶えるために生きていくのって、誰もがメッセージ誰かに届けたい、何かが伝えたいことがあるから多分歌おうと思うんですよ、アーティストって。俺はそう届けたいことがあるから、そうなんて言うんだろうな、別に止まらなくてもいいし通りすがりの人でもいいから、ちょっとでも明日もう一日頑張ろうかなって思ってもらえるような、なんか生きるって素晴らしいやなって思ってもらえるようなメッセージを届けたらいいなって、届けれたらいいなって思って歌ってます。だから多分今回の別れとかも多分その人じゃなかったって、運命の人が多分その人じゃなかったって思ったら、多分そのいいとかじゃなくてまた新しい自分にそのあった本当に自分を幸せしてくれるような人を見つけると思うんですよ。俺はその人と幸せだったけど、はい、で一番星の夢って曲を聴いてください。人は皆どんなに辛くても生きなきゃいけない、誰かを傷つけて泣かせても幸せになれなくても、残された時間で気づいた当たり前なんてない、笑い合えることの大切さ、気づかないで日々を重ねた、無理に作る笑顔の奥に映る悲しげな君の瞳には、僕らが一度は描いた夢が濁って見えた、一番星に光る夢のかけらを見つけた、あの夜僕らがずっと求めてた夢、きっとまだ手も届かない、どんなに辛い思いを乗り越えたら行けるんだろう、小さな希望でも信じ続けた、見えない未来のために、笑ってくれてるんですか。泣きました。あ、ありがとうございました。ありがとうございました。待ってください。どうも良かったです。ありがとうございます。